ソシャゲなのに課金の必要ほぼなし、コンシューマーゲーム感覚でがっつり遊べる、作り込まれたストーリーや戦略性の高い RPG を楽しみたいという方にぜひおすすめしたい。今回は8月1日にリリースされたばかりの話題の新作スズランの剣を紹介していきたいと思います。それでは早速ゲーム概要から紹介していきます。スズランの剣は XD エンターテインメントさんよりスマホ PC で配信されたシミュレーション RPG です。どこか懐かしいドット絵とネオピクセルの技術を融合し、キャラクターが違和感なく背景に溶け込んでいます。ゲームジャンルは正統派タクティクス RPG で、戦闘は地形やオブジェクトを利用するなどして戦略を考える楽しみを味わえます。続いてストーリーについて、プレイヤーはスズランの剣という傭兵団の一員として世界を変える冒険に出発します。いや、序盤のストーリーがなかなか衝撃的な内容だったんですが、まあ、いわゆるあまり良くない流れと言いますか、バッドエンドと言いますか、まあ、そういったね、心に来るような流れで物語が始まっていきます。まあ、プレイヤーはね、過去と向き合い世界の運命を変えていきます。マルチシナリオなので、プレイヤーの選択で物語が変化していきます。そしてここが最大の注目ポイント。スズランの剣には大きく分けて2つのゲームモードがあります。運命の螺旋では、ゲームのコアとなる世界の史実を時系列に沿って体験します。育成状況はほぼ初期化され、スタミナ消費もないので、課金要素のないコンシューマーゲームのような感覚で遊べます。街を拠点とし、傭兵団を運営しつつ、依頼を受けて街の平和を維持したり、変化する各国の情勢に対応していく必要があります。IFのストーリー分岐を選び、複数のエンディングを回収できます。愚者の旅路では、シングルプレイで出会ったキャラクターたちと再会し、キャラクターの背景や内面を深く理解するためのエピソードが中心で、各章の時間や空間は断片的に進行されます。キャラクターや集めた装備を強化し、難しくなるステージへ戦略を考え立ち向かっていきます。両方のモードをバランスよくプレイすることによって、特別なストーリーが解放されたり、物語を深く楽しむことができます。交差する世界は、いわゆるデイリーダンジョンのようなもので、毎日挑戦して、育成に必要な物資などを効率よく獲得することができます。ステージ2-15をクリアすると、スキップも解放されるので、毎日の素材集めも数分で完了できます。続いてガチャ要素についてです。ガチャでは基本的に、キャラクターや装備をゲットすることができます。ちょうどね、こちら初心者限定の始まりの出会い、30回以内にレジェンドキャラクターを1体確定獲得というね、特別なガチャが来ておりますので、こちらでですね、レジェンドキャラをゲットしていきたいと思います。はい。お、え、ちょっと今光らなかった？こんな風にタロットがたくさん出てきて、その中からね、1枚選んでガチャを引くといった流れになっております。正義のカードとかどう？雰囲気良さそう。よいしょ。さあどうだ。いや、どうだろうな。金色に光ったけど、わかりやすくね、こう虹にね光ると思うんですよ。エピック、はい、レア。あ、エピック誇張さんです。まあ、レアの子たちも被ったりするんですけど、まあ、その被った際にゲットできる記憶というものを使ってですね、いわゆる突することができるので、割とね、レジェンドキャラとかよりね、レアの子たちの方がね、育てやすかったりしますね。さあ、どうや。え、でも結構エピック出てる。コモン。レア。まあ、30回以内に確実に引けるので、20連目行きましょう。いや、このカード選びどうなんかな？これで何か変わったりする？私個人的にこの月のカードのデザイン好きなんで、これで引いていきましょう。何も演出が入らなかった。何も入らなかったぞ。この。まあ、いろんなね、スキルとかロールを持つキャラクターをゲットできるのは嬉しいことなので。まあ、ここで自分のキャラクターの手数を増やしていきたいみたいなとこありますね。ではこれで確定でしょ。30連目いきます。皇帝のカードいいや。幸先良さそう。いけ。おお、これは確定だわ。顧問。いや、まあ、確定なんでね
確定なんで。はい。一体何のキャラが出るのでしょうか。エピック。ドキドキ。個人的に魔導士とか欲しいんだよな。遠距離キャラ欲しいな。いやでも何でもいいよ。回復も欲しいな。あ、すごい。グロリアさんだ。え、これ本当に強いんですよ。聖騎士。そしてキャラデザもめちゃ可愛い。嬉しい。はい。こちら。これね、レベルフルマックスまで解放した状態が今表示されてるんですけど、こちらで初期状態に切り替えることができます。個性見ていきましょう。うん。攻撃力プラス 5%。形容を失うとき潜在覚醒を獲得し、2ターン継続する。うんうん。あ、戦闘開始時、形容を行うことによって、あれだ、味方にバフをかけるみたいなことかな？ね、このスキルが非常にこの2マスノックバックさせつつ、なおかつ 120% のダメージ与えるっていうのが結構優秀だと思ってて、まあ、キャラクターの性能でゴリ押すっていうよりは、こう地形とかギミックを利用して戦っていくっていうね、システムなので、こちらはね、存分に活かしていきたいですね。続いて、キャラクターの凸要素についてなんですが、まあ、この胡蝶さんで見ていくと、こんな風にですね、キャラクターの星アップ、最大星5突破まですることができます。こちらの記憶といったアイテムを使うことによって、星をアップすることができて、こんな風に個性が上昇したり、基礎能力値が大幅にアップします。まあ、ガチャで被りを引くのって、まあ、特にまたレアリティが高いキャラクターになればなるほど大変だとは思うんですが、このゲームですね、そこら辺にもしっかり救済措置が用意されているので、それもね、キャラクターの育成方法などと合わせて、この後ご紹介していきたいと思います。まあ、ステージを進めて、プレイヤーのレベルが上がっていくと、キャラクターのレベルの上限も解放されていきます。まあ、現状ですね、レベル14まで上限が解放されているので、まあ、レベルを上げるためには戦闘に連れて行って戦闘の経験値をゲットする方法と、こんな風に所持している共有経験値というアイテムがありまして、これ戦闘に参加するともらえるんですけど、こちらを使うことによって簡単にね、キャラクターのレベリングをすることができちゃいます。まあ、レベルの他にもこちらランクといった要素がありまして、こちらもですね、ランクアップすることによってキャラクターの基礎能力値を上げたり、こんな風にスキルを選んで取得することができます。これ迷うよね。いやでも個人的には結構パッシブを育てたいから、私はこのパッシブ戦闘回復を取っていきたいと思います。ちなみに、どちらか片方しか取れないと言ったわけではなくて、こちらもね、ちょっとアイテム足りないんですけど、アイテムを消費すれば、こちらのスキルも取ることができます。その他にもこちらですね、武器や防具などを、こうやって装備させることによって、キャラクターの基礎能力値や装備スキルなどが取得できたりしますね。こちらの装具などもガチャだけではなく、戦闘報酬でゲットすることもできたりするので、まあ、わざわざガチャを回して装具を取りに行かなくても大丈夫かなとは思います。そして先ほどね、こちら星をアップするときに使いましたこれ。記憶なんですけど、入手方法はこちら交差する世界の記憶の奪還から入手することができます。こちらは愚者の旅路の 1-17 かな、クリアすると解放することができます。ちなみにこちらは1日1回だけチャレンジすることができるステージなんですけど、まあ、こんな風にね、こうドロップにこの自分が編成しているキャラクターたちの記憶が落ちるんですよ。なのでなかなかこう手に入りにくいね、こうレジェンドの子たちをこう編成してあげて、コツコツ毎日プレイすることによってレジェンドキャラも貫突することができるんですね。いやこれ本当にありがたいシステムですよね。
せっかくなのでこちらバトルシステムに触れながらこちらのステージもプレイしていきたいと思います。まあ、戦闘始まる前にまずこんな風にこれ入れ替え可能です。自分を自分が記憶のかけらが欲しいね。キャラクターたちを入れるわけですが。ティッシュグロリアン。何なりとちょっとレジェンドキャラ優先でいきたいかなっていうので結構ゴリゴリに編成しておりますが、ちなみにこちらの左側のこの数字の書いてあるアイコンをタップするとキャラクターの横に数字が出ると思うんですが、これは行動の順番ですね。男性バトルなので基本的には能力値の素早さが速い順のキャラクターから行動するといった流れになっております。さあそれではこちらのメンツで戦闘を開始していきましょう。うまくステージギミックとかも使っていきたいですね。共に戦おう。さあこれはキャラクターのスキルですね。バフをかけてくれました。次は私の番。さあまずマイサちゃんのターンなんですが、マイサちゃんは基本的にタンクの役割を持ってくれています。防御支援のスキルを取っているので自身の範囲2マス以内にいる他の味方1体につき防御力が 10% 最大 40% 上がり、なおかつですねパッシブスキル守護がついてるんですよ。範囲2マス以内の味方全員に代わり物理攻撃を受けちゃうことができるっていうね、かなり優秀なキャラクターでございます。なので割と味方の前とかに出しておいた方がいいのかなっていうことで、これで一度タイプさせましょう。あれ、ベラが強くなった。ちなみにキャラクターを使って攻撃する他にもこちら右下戦術というものがありまして、こちらはですねプレイヤーである私が使う、まあこう神の鉄槌といいますか上空から攻撃することができます。これ非常に優秀なのがこの戦術ですね。フィールド上割とどこでもね攻撃が届くので、例えばこの奥の樽を爆発させるなんてこともできちゃうんですね。これ一回樽爆発させて敵にダメージを与えていきましょう。よいしょ。雷撃。いいですね。これで巻き込んで一体落とせました。さあ、ファカール君もログインボーナスでもらったキャラクターですね。まあ、弓使いなので結構遠くにね、攻撃を当てることができます。よいしょ。ちょっとね、あそこの左叩きたかったんだけど、ちょっと届かないか、これ。ちょっと一旦待機だね。とりあえず。でこのイナンナさんすごい優秀で回復キャラなんですけど、このタンクのマイサちゃんのそばとかに置いてあげて、このマイサちゃんのね HP を回復してあげるっていうのはね結構ね戦闘が安定したりします。ありがとう。あれ、ベラが強くなった。ださあということで、あのヒダルに攻撃を当てれば結構いいダメージを敵に与えられるのではないかということで、ファカールの弓攻撃であの樽爆発させていきましょう。おー、いいねいいね。この程度か。さあこれちょっと地形利用していけるかな。このマイサのスキルで押し蹴りというものがあるんですが、あーこれ位置的にちょっと当たらないか。ちょっとね、本当にキャラクターの位置取りもね、かなり重要なんですよ。しょうがないから、ちょっとこの邪魔な柵を一回潰しておきましょう。まあ、普通に攻撃してもいいんだけど、ちょっとあの、地形を利用した戦い方もね、やってみたいなと思って。指示を願います。で、グロリアさんもですね、自身10位範囲内の敵一体を選択し、120% のダメージを与えつつ2マスノックバックすることができるんで、この突き攻撃これ当ててみたら落ちるんじゃないかな。やってみようか。よいしょ。さあ敵を選択して、よいしょ。許しはない。突き、あ、すまない。普通に 120% の物理ダメージで倒してしまった。わっ、旅人レベルも上がりました。おっ、で、報酬、こんな風に、参加したキャラクターたちの記憶、これ全員分じゃないね。ランダムでロールアップするんだね。まあ、この交差する世界のステージは、まあ、ちょっと私全部進めてないので、全開放はできてないんですが、キャラクターの育成にとても重要なアイテムが
ドロップするので毎日コツコツプレイすることが大事かなといったところですね。さあ今回はシミュレーション RPG を幅広い層の人に楽しんでもらいたいというね、運営さんの熱い思いで作られたスズランの剣を紹介していきました。いや本当にね、公式チャンネルの方に素敵なね、こう対談動画とかインタビュー動画が上がってて、このスズランの剣を作られた方の思いがねめちゃくちゃ詰まってるのでね、お時間ある方にはぜひね見ていただきたいですね。こうプレイヤーの戦術次第でゲームを楽しめて、シングルプレイなどは自分のペースで進められるっていうのがね、非常にねこう現代人に向いているゲームだなとも思いました。グラフィックに音楽、重厚なストーリー、そして戦闘システムなどね、魅力がたくさん詰まっている作品だと思います。私もね実際にプレイしてみて、これは本当にうちのチャンネルを見てくれている視聴者さんみんなにお勧めしたいと思ったので、ぜひね興味のある方は概要欄にダウンロードリンク貼ってあるのでね、ぜひプレイしてみてください。結構胸が張り裂けるような序盤のストーリーもねぜひ見てもらいたいですねということで最後までご視聴どうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。